大国正さ大国正さは大阪府豊中市出身の元プロサッカー選手。ポジションはフォワード。元日本代表。5歳の時に兄の影響でサッカーを始める。小学1年時より豊中 SS に所属し、3年時からは元日本代表 FW の鎌本国重が代表を務めていた鎌本 FC でもプレー4年時からは 鎌本 FC より移管された G 大阪ジュニアでのプレーに専念。中学校入学と同時に G 大阪ジュニアユースに昇格。当時はセレクションがなく100人以上の選手を抱える大女隊だったが A チーム入りを続け中学卒業後は G 大阪ユースに昇格。ユースチーム所属時には FW と MF でプレー高校3年時に FW として定着し、 ユース同期である、二川隆弘と共にクラブユース選手権を制した。その後に開催された高窓宮杯全日本 U-18 選手権では、決勝戦で藤枝東高校に敗れ、準優勝となった。1999年、ガンバ大阪トップチームに昇格。同年3月、市原戦で J リーグ初出場。2000年3月の V 川崎戦で、 J リーグ初得点。FW の選手層が厚かったことから MF で起用されることもあった。2001年、試合出場経験を積むために自ら志願して、コンサドーレ札幌に期限付き移籍。ポジションを奪うことはできなかったものの、監督、岡田武史のもとで練習に取り組む姿勢を改め、手応えをつかむ1年となった。2002年、G 大阪に復帰した。復帰当初は、 中盤の攻撃的なポジションで起用されていたが、本来のポジションである FW で勝負をさせてほしいと、監督の西野郎に直訴。2004年に FW としての才能が開花し、J リーグ得点ランク2位、日本人選手最多となる20得点を挙げ、同年の J リーグベストイレブンに選出された。2005年は、アラウジョ、フェルナンジーニョと組んで、G 大阪の攻撃の核として、 フル回転。リーグ6位の16得点を挙げ、G 大阪の J リーグ初優勝に貢献した。2006年1月には当時に本企業のインデックス社がオーナーであった、フランスのクラブチーム、グルノーブルフット38へ完全一席。思うように味方からのパスが出ない、もどかしさを抱えながら5試合のフル出場を含め19試合6得点。2006年8月、 ヨーロッパの移籍期限間近である8月31日にセリエ A の鳥の FC への移籍が決定。大国自身の以前からの夢であったセリエ A への移籍が実現したが、練習試合で得点を重ねてアピールするも、公式戦では FW でのプレー機会に恵まれなかったこともあって無得点に終わり、イタリアでの挑戦は消化不良に終わった。2008年6月30日。 東京ベルリに完全遺跡で加入することが発表され、日本復帰。退団した SFW 復帰の穴埋めを期待されたが、チームにフィットするのに時間を要したこともあり、チームは低迷し、J2 に降格。翌2009年も東京部に残留し、J2 を舞台に21得点を挙げたが、一人じゃ、厳しいと、古軍奮闘は否めず、チームの親会社変更など、 雑音も多く J1 昇格はならなかった。2010年、東京 V の経営難により移籍を余儀なくされたが、東京 V とは2011年末までの契約を結んでおり完全移籍では高額の移籍金が発生するため、J2、横浜 FC に期限付き移籍。2度のハットトリックを達成するなど16試合で12得点を挙げ、前年に続き活躍を見せた。 ワールドカップ開催による J リーグ中断期間中の同年6月に J1FC 東京に期限付き移籍。FC 東京ではチームの主力となり同僚のハブナお方はエゴイスティックなタイプかと思ったが周囲を活かしてくれるのでやりやすいと NHK のサッカー中継のインタビューでコメントしている。8月に開催されたスルガ銀行チャンピオンシップ2010では 対戦相手のルドジュー、キト監督のエドガルド・バウサに特に注意すべき、選手として警戒されていたが、試合終了間際に同点ゴールを決め、クラブのタイトル獲得に貢献した。しかし9月半ばの監督交代以後は、フル出場の機会を一度も得られず、翌年の戦力構想外となり、一籍期間満了により退団。2011年、横浜 F ・マリノスに完全一席。 2005年以来となる J1 での2桁得点を達成するなど全公式戦合計で17得点をマーク。翌2012年はリーグ開幕戦で得点をマークし、コースタートを切ったがその後は得点を伸ばせず、後半戦からは出場機会も減少した。2013年、当初は横浜 FM に登録されていたが、2月に、 札幌在籍時にも指導を受けた岡田が監督を、勤める中国サッカースーパーリーグの甲州緑城、即級クラブに期限付き移籍2014年1月、横浜 FM との契約満了により、甲州緑城即級クラブに完全移籍。同月、京都産が FC への期限付き移籍が発表された。その後シーズン途中に完全移籍に移行。 同年リーグ1042試合に出場し26得点を上げ、J2 得点王となった。翌2015年、自身の動き出しに合うパーサーの不在や、新監督の石丸清高による守備重視の方針には不満をおろにしたが、チーム最多得点となる16得点を上げた。2016年2月に、モンテリオ山形に期限付き移籍。 同クラブテクニカルダイレクターの石井はじめとは札幌、および横浜 FM 在籍時以来となる3度目の共闘となった。2点3点する戦術や、負傷の頻発に苦しめられながらも、同年のチーム最多得点を記録。移籍期間満了により、同年限りで山形を退団し、京都へ復帰した。2018年、栃木 SC に期限付き移籍。契約上出場できなかった。 京都戦を除き、全試合に出場。8月18日、J2 第29節アビスパ福岡戦で J2 リーグ史上初となる通算100得点を達成すると同時に、2015年以来3シーズンぶりとなるリーグ戦2桁得点も達成した。2019年からは、栃木へ完全一席した。2020年は、開幕時より選手登録されないまま、 栃木との契約を継続していたが、6月26日に契約解除が発表された。2021年1月10日、現役を引退して G 大阪のアカデミーコーチに就任することが発表された。ガンバ大阪での活躍が認められ、2005年には得点力不足と嘆かれていた G コ率いる日本代表に初選出。代表として2戦目となった2月9日の アジア最終予選、大北朝鮮戦で後半残り10分から途中出場し、後半ロスタイムに値千金の決勝点を挙げた。この試合のテレビ中継の瞬間最高視聴率が57.7%を記録したこともあり、その知名度が芝叩く間に急上昇した。以下、本人のコメント、次の日からやたら声をかけられるようになって、 J リーグで20ゴールしても誰も気づかなかったのに、日本代表は1点取っただけでこんなに有名になるんだ、と驚きました。僕自身は変わらなかったですけど、同年開催のコンフェデレーションズカップにおいても、ギリシャ戦とブラジル戦で、途中出場から貴重な得点を挙げるなど、この年の代表チーム最多となる5得点を挙げた。いずれも途中出場でのゴールであるが、 一方で海外組の不参加だった東、アジア選手権など、先発起用された試合では一度として得点していない。この流れからジーコは、翌年のドイツ W 杯ではあくまでもスーパーサブとして起用した。2006年5月、2006FIFA ワールドカップ、日本代表に選出、グループリーグ3試合にすべて途中出場した。しかし、出場時間は短く、無得点。 スポーツ選手、文化人のマネジメント会社である、サニーサイドアップに所属していた経験がある。また、イタリア人の代理人、ジョバンニ・ブランキーニと契約を結んでいたことがあり、鳥の遺跡に際しては、ブランキーニが交渉を担当した。家族は両親、兄、弟、妹の5人。父親は、学生時代にボクシングをしていたことがあるが、大古家本人によると、 優しい父であるという。父親は熱心なガンバ大阪のファンで、大国が、コンサドーレ札幌移籍中も、札幌の試合には行かずにガンバ大阪の、試合観戦に行っていた。大国佐ト氏は二人の兄、同様、豊中 SS、鎌本 FC よりガンバ大阪ユースへ進むが、トップチームには昇格できず、関西学院大学へ進学、サッカー部でプレーした。卒業後、 二年間の会社員生活を経て、ジェフユナイテッド市原、千葉クラブのセレクションを受験。2007年には、徳島ボルティスアマチュアに入団し、四国リーグでプレーした。また、ラオウとクリリンという名のチワワを二匹飼育している。北斗の県から名付けられたラオは2001年の札幌在籍中に、大国のペットとなり、大国が、 グルノーブルやトリノに移籍した時は共に同地に暮らした。2015年にラオウは体調を崩し、これが理由となり大国は当時モンテリオ山形から受けていた獲得のオファーを断っている。その後ラオウが体調を回復したことや、山形県内に信頼できる動物病院が見つかったことから、2016年に山形からのオファーを自宅した。のが知られるようになり、 2005年には日本の協会、宇の大使に任命され、兵庫県伊丹市で開催された記念イベントに出席した。大国はそのイベントの席上で 2006FIFA ワールドカップ最終予選のアウェー北朝鮮戦の前夜にも代表でのチームメイトと共にうのを楽しんだことや代表チームメイトと仲良くなるのにうのが役立ったことを明かしている。2006年3月には カードパッケージをサッカー仕様のデザインにし、さらに大国自身が考案したオリジナルカードを追加した大国選手限定版のうのが発売された。大国店と名前が同じ文字であることから、大国様、大国神と呼ばれることも多く、また、G 大阪のホームタウン、水田市にあるガンバ大阪オフィシャルショップ内にはその大国店にあやかった。 ガンバ大黒神社が2005年3月23日に、建立された。大黒自身は2006年に、G 大阪を代断したが、北千里先に、大黒神社の大黒像が遺跡後も残っている。その他の国際公式戦ガンバ大阪ユースガンバ大阪。ありがとうございます。